はい、皆さんこんにちは、整体院ワイヤー瀬戸ケア代表の山です。今日は、背骨の柔軟性を出すトレーニングを、教えていこうと思います。毎回かな結構ね、僕は言ってるんですけれども、背骨が硬くなってくるといろいろ体に問題が出てくるので、背骨は柔軟、柔らかくしておいてくださいってお伝えしてるんですけれども、パフォーマンスも一緒です。パフォーマンスも、背骨が硬くなってくれば、どうしてもね、体幹の方が動かなくなってくるので、パフォーマンスを落ちてきてしまいます。はい、でそうですね、今回その、背骨の柔軟性を出すトレーニングメニュー、教えていくんですけれども、いくつかあるんですけれども、今日は、中でも一つね、教えていこうと思います。はい、まず上半身の動きなんですけれども、ねじりを出していきますね。こんな感じでねじりを出していきます。上半身の動きで、さらに胸郭を横に、ずらすというかね、動かしていきます。よくあるトレーニングだと思います。今からやるのも、全部よく見たことあるようなトレーニングなんですけれども、実はみんなが意識している、やり方がちょっと違かったりするので、その注意点に、気をつけてやってください。で、あとはですね、骨盤を引き上げますね。骨盤を引き上げる、こんな感じで骨盤を重心移動した逆側の骨盤を引き上げるっていう形です。なので、手も合わせていくとこんな感じですね。で、今度は顔も合わせていきます。進行方向に、逆でもいいんですけどね、逆でも、両方ともやってみてください。で、一番重要なのはここです。骨盤を上げることですね。骨盤を上げること、やっぱり、日頃言ってるんですけど、前後に体を前後に多分動かすことって、皆さんやってると思いますし、ひねることもね、時々やってると思います。でも横に倒す動作ってあんまりしないじゃないですか。それも骨盤を上げるトレーニングなんかあんまりしないですよね。教えられる人はそんなもんぐらいですよね、やるとしても。なのでこの骨盤を、柔軟に動かす、動かせる能力っていうのはすごい必要だと思うので、そこが動かせなかったらやっぱ固まってきちゃうんですね。で、さらにそうですね、ここのね、横に、背骨の横にたわませるというかね、ここの筋肉、こら辺大まかにですけど、こら辺の筋肉をもう全体的に使ってもらうと、日頃使ってなかったところのスイッチが入るので、さらに効果的だと思うので、もうできる限り骨盤を上げるように意識してやってみてください。そうするとね、結構柔軟性上がると思います。はい、という形で、今日は、背骨のトレーニングですねについてでした。こんな感じです。はい、ぜひやってみてください。必ず柔軟性が上がると思いますので、今日も動画をご覧いただきありがとうございました。